このチャンネルは宅建ジョブエージェントの提供でお送りいたします。不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント、専任のキャリアアドバイザーが転職活動をサポート。なりたいあなたを見つけよう。ゴーハロー、ハロー、旅立ちの日に田中女性社長の不動産大学読売新聞に載りました。へーん。ということで、このチャンネルは完全特約で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が、宅建をはじめ資格職に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、先日あるメディアから取材を受けたというお話をさせていただきましたが、実はですね、3月28日付のこちらでございます、読売新聞さんの方にですね、取り上げていただきました。先日はですね、日経新聞さんの方に掲載をしていただきましたが、今回はなんとですね、読売新聞さんの方にも取り上げていただきました。もう本当にありがたい限りでございます。ちなみにですね、こちらでございます、こちらですね、読売新聞さんのですね、どこに載っていたかと言いますと、こちらですね、見開いて、これ最初のところですね、こちらですね、こちらの方に載っておりまして、こんな感じですね。比較的結構大きく取り上げていただいて、私の写真がついに出ているというような形で、こちらですね、ちょっと画面に分かりやすく出しますね。こんな感じでございます。ちょっとですね、記事の内容を読まさせていただきますね。私すごくですね、ここは皆さんにお伝えしたいところもありますんで、ちょっとですね、読まさせていただきます。毎日忙しい社会人が資格試験に合格するには何が必要か、自身の体験をもとに効率よく暗記する方法として考え出したのが紙一枚勉強法だ。ポイントは、覚えた内容を忘れる前に思い出すこと。問題集の項目を書き出し、いつ勉強したかを記録しておく。一定の時間が経ってから読み返すと記憶は定着する。参考書を音読して録音し繰り返し聞く。隙間時間を有効活用すれば1日数時間が確保できるという。付録として真っ赤に紙1枚の表をつけた。この表に学習状況を記入して管理することが合格の鍵となる。かつては不動産会社のトップ営業マンだったが、家族との時間を大切にしようと独立した。だがスキルアップを狙って初めて受けた試験は不合格だった。悔しさをバネに独自の勉強法を生み出し、行政書士や宅建士などの資格を取得した。勉強が苦手でもやり方次第でこれだけできるということを伝えたいと話す。資格は取得して一定のスキルをつければ無条件に信じてもらえる強力な武器となる。混沌としたコロナ禍を生き抜くには取得した資格が支えになる。叶えたい夢があればすぐにチャレンジすべきだ。行動力と継続力があれば人生は変わると訴える。ということですね、最後訴えるというところですね、締めくくられております。さすがですね、新聞記者さんですね。もうかっこよくですね、いい文章でまとめてくださってありがとうございました。行動力と継続力、これについてですね、ちょっと取り上げていただいて本当に嬉しいんですけども、ただですね、ちょっとこれだけだと私の言いたいことが全部伝わっているかどうかちょっと不安なので、この動画でですね、ここの部分を少しですね、お話をさせていただきたいと思います。この行動力と継続力のうちですね、人生を変えるトリガーとなるのが行動力です。そしてですね、私の場合、この行動力については究極にコミットします。さあ、どういうことかちょっとご説明させていただきますよ。これですね、昔、不動産屋同士の経営者レベルが集まるですね、食事会みたいなものがあったんですけども、セミナーとかそういう堅苦しいものじゃなくてですね、まあ、いわゆる飲み会みたいなノリのやつなんですけども、その席でですね、私が手数料率がいいある火災保険会社があるっていうですね、話をしたんです。まあ、要するにですね、1契約あたりのですね、保険会社からのキックバックがですね、大きい火災保険会社があって、そこに切り替えれば、同じですね、契約件数だったとしてもですね、売上を伸ばすことができますよっていう話をですね、ちょっとまあ世間話ぐらいな感じでしたんです。でその話をですね、聞いていたそこにいたですね、経営者の方々は、結構それなりに皆さんに興味を示していただいて、私にですね、後日資料をメールでくれませんかっていうようなことをですね、結構何人かのですね、経営者の方から言われたんですけども、そんな中ですね、ある一人の経営者の方だけですね、私に違うことを言ってきました。さあ、何て言ったんでしょうか。ここがポイントなんですが、言ったのがですね、その保険会社の担当者の携帯わかりますか？こういうふうに聞いてきたんです。そうなんです。この経営者の方ですね、今この場から保険会社の担当者に連絡をして、もう打ち合わせの日時を決めようとしていたんです。私が言いたい行動力というのはですね、このことなんです。つまりですね、やった方がいいかなっていうふうに思ったら、すぐその場でやる、行動に移す、行動を起こすということなんです。これですね、資料は欲しいって言った経営者の方っていうのは、結局ですね、後日資料を送ってもですね、忙しくて見ないんですよ。そのまま時間が過ぎます。対してですね、いいと思ったことはすぐに取り入れようと思ってですね、その場で行動を起こせる経営者の方っていうのはですね、会社は絶対に良くなります。これはですね、受験にも同じことが言えるんです。今ですね、この動画を見ていただいて、今年ですね、宅建を受けようかなと思った方って結構いると思うんです。さてですね、いつから始めようと思いましたか？これですね、明日からですか？来週からですか？来月からですか？これは私が言いたい行動力っていうのはそういうレベルのものではございません。ズバリですね、今なんです。Now でございます。
今年ですね、宅建を受けようと思ったんであれば、今この場から始めてほしいんです。今すぐですね、書店に行っていただいて、その足でそのまま書店に足を向けてください。問題集と参考書を買ってください。で、お店が閉まっているという方、 YouTube で検索すればですね、いくらでも宅建の講義動画出てきます。もちろん不動産大学の過去動画でも全然構いません。大量記憶法であればですね、この動画の概要欄のリンクからですね、無料でダウンロードができるようになっております。もちろん紙一枚勉強法のですね、最終ページをコピーしていただいても構いません。とにかくですね、やろうと思ったら今その瞬間から始められるかどうか、これがですね、重要なんです。少しでも間を空けてしまうと、せっかくですね、やろうと思った気持ちを忘れてしまって、結局やらなくなってしまうんです。だってですね、やらない方が楽なんですから、人生みんな楽な方に行こうとするんです。ですからですね、間を絶対空けちゃいけないんです。行動力とは明日から始めることではない、今この瞬間から始めること、それを行動力と言います。ということで、また明日。Thank you.